皆さんおはようございます。おはようございます。最良兵です。えじゃです。今日は十一月の十五日。はい。はい、えー。火曜日ですね、えー。福井の出張からも帰ってきました。はい。おかえりなさいよ。いはい。はい。お疲れ様です。はい。合宿。昨日はね、はい、ちょっといつもと違うの分かった。 いやもう昨日でしょ、うん、昨日はもういつもと違うとこじゃないですけどねめちゃくちゃ熱かったあれ送られてきてあのを見た瞬間にですもう <laughs> やったなと思います。<laughs> ですねはいえほ、ー、にね、えー、充実した時間を過ごさせていただきました、はいえー、その上で、まあ、合宿があり、えー、お話もさせていただきっていう中でまあねもっとねあのー たくさんね、皆さんと語り合う時間があったらよかったなって思ったんですけどまあね出張に行ったらね眠れないっていうか前よりかは眠れるようにはなったけどそれですかあの枕が違うとかうーんいや枕とかあんま関係ないと思うんやけどねよくでもありますねなんか枕が前に比べたらね寝れるようになったんやけどちょっとアロマとかさ出張出張なれとかうそうなんやけど浅いってすぐ目が覚めるんよね そんなんなで結構ね、あのー、ちょっとくたびれてたせいで、あのー、食事をした後に酔うのも早くなってしまうすぐにパタッと出てしまうというね、まあ、そんな感じでしたけど、えー、またね、えー、そんな機会があったらなかなかない機会ですけど、えー、またね生かせていただきたいなと思っておりますで、えー、っと今日は、まあ、店長がねあのさっきちらっとあの結構毎回ね店長があのいろんなネタあのこんなんどうですかあんなんどうですかっていう中で まあ、店長も気づいてるとは思うけど、まあ、今までもずっと言ってきたことだけども何、はい、て言ったらいいの人を不安にさせるような不安を煽るような動画っていうもの自体は基本あの僕はやりません、はいえーと。朝から見ていただける動画だったりもするしっていうことで何かその、まあ、変わるためのきっかけだったりとかそういうのだったらいいとは思うんですけども、えー、なんかどうにもならないような。 ななんかこう不安をを煽るようう情報ってていうのを運に対してねえっとそれはちょっとやらんようにしようって言って二人でね話し合ってできれば笑って、えー、もしくは変わるかっていうところで話できたらなって思うところで話してたらちょうど見つけました、はい、それさっきちらっと見たんですけど、うん、ちょうど見つけるようなものではないと思うんですけどねいや飾ってあるんよ分かったやろ飾ってあるの、はい、これ一体何なんだろうと思うやろこれ何でしょう となななんんんか手に入れれれるるもんじゃないような気がするんですでけどこれね、東京の講演会行った時にもらったんや、はい、そうあすよ、ね、お客さんからあの馬の蹄鉄っていうんですかね馬鉄、うん、とかね蹄鉄、はい、っていうこれまあよく皆さんもジュエリーとかでも見たりもするかもしれないしなんでこれがそうなのかって思うんですよねよくありますよねなんか、うん、この、まあ、馬の蹄鉄って言って、まあ、馬の足爪を守るために作る、はい、こうやって。 あの足にねこうやってつけて爪が割れないようにとか削れないようにってことでつけたりするっていうものだったりするんですけどもまあこれ自体はえっとまあ発祥はねヨーロッパから発祥されたと思います。はい、ヨーロッパ発祥で、まあ魔けの効果とか幸運は引き寄せるとかっていう意味合いがあって、まあ、こういうて鉄の形したペンダントとかカバンにちょっとしたそういう、えっと、飾りがついてたりとかっていうのがあったりするんですけどもまあいろいろありますこれ諸説。 まあえー、とこれで敵あ、えー、とこの鉄つ、えー、けた馬で敵を追い払ったことから魔よけの効果があったりとか、えー、この世をやってた鍛冶職人さんが、えーとまあ、これを作るようになってたくさんの財を得たとかあとどんなんがあったかなまあ僕が聞いた時は馬って、まあ、よく言われてることっていうのはあの前の徴用の節句の時にも言ったと思うんですけどもあの中華料理屋さんとかに行ったらね 南側の方にね馬の絵が飾ってあったりするよ。あ、そうなんですか。うん。で馬があの何、ー、だろう？九頭いるはず。九頭。うん。で馬くいくで九頭。はい。意味分かった？馬九頭あはいはいはい。九。で元々江戸の配置図の中ではえっと古今東西の中であの北のネズミから始まってね牛虎、ウラウタ馬っていうのが馬っていうのがちょうど南に行きます。 はいでまあ、ここ南に来る時つまり言ってしまったら太陽が真上に上がる瞬間が小午っつって埋まってくるよって、はい、言ったりするのも、まあ、こういった感じで、まあ、方角だったりとか江戸だったり動物だったりってものに対して遠慮を持ってくるっていう中で、まあ、頂点と達する、まあ、美を象徴したりするものでもあったりするし馬もその上で頭の回転、えー、受験勉強に関してもそうだったりするし勝負運もそうですし何よりもまあ財を運んでくるその上でうまくいくっていうことで、まあ、こういったものがね あのーまあ、ラッキーアイテムとして僕はまあ基本的にあの物に頼るっていうことっていうのは、えー、とお金を出して買うっていうものよりか、まあ、もしちょっとしたモチーフで飾りとか縁起担ぎっていうので、ねまあ、ちょっとなんかおしゃれなネックレス欲しいなとかこういったものをパッと見つけたらって俺こ,こんなリアルなやつ初めて見たいや、まあ、自分もですよこれ飾る専用なんかな,なんか本当手のひらサイズっていうんですかねもう本当もう2 3センチぐらいの小さいネックレスぐらいなら見たことありますけど、うん そ本当にリアルだなと思うけど飾る専用なのか本物なのかちょっとあれなんだけど多分飾るへ専用だと思うんですけどねまあもらって、まあ、これを飾るときによくこう向きで飾ったらいいのかこう向きで飾ったらいいのかって言われたりするんだけどどっちもね、あのー、実は、えー、っと間違いではありませんこう基本は、えっと、ネックレスとか飾るときはこうついてるはずでこれをが幸運を呼び込むって意味だし こっちちすると逃げゃゃうんじゃないかってこれは、まあ、あのあの魔除けの意味になったりとかするって言ってるえ吊るしたりする人もいたりするだからこういう風にしてまあ昔でいう、まあ、馬っていうのはねもう絶対になる、まあ、都民の富を運んできてくれる乗り物だったりもするし名声もそうだったしっていうところで験活ぎでこういったものを飾ったりするってところでまああのー。 自分で買うことはなかなかなくてもこうやってプレゼントもあったりするとねあの嬉しかったりしてちょっと僕も飾ってみようかなと思ってこれ立つのかな立つ立つねまあそんな感じでまあちょっとした小物物ののを増やすっていうよりかはえっと演技担ぎでえ自分の持ってるカバンとかシャツとかえアクセサリーとかっていうものに対してそれを取り入れたりとかするっていう風にするとちょっとね気が引き締まる気が引き締まるっていう中でもまあ自分もね今回ほあの福井の合宿行ってみてね 気が引き締まったなんかね自分は本当にまだまだやなと思ってあのもう香取さんが周りに対してやってる気配り、えー、まあ来てる皆さんも本当に気配りがすごいのになんかもう俺だけダラーっとしとったなと思って本当にねもう次からはもうちょっとこうしっかりとねあの気,気を引き締めて。 参加しようかなとは思って、えー、今日はそんな感じでこんなものもラッキーアイテムになりますよっていうところで、まあ、うまくいくっていうことから縁起担いでこういったものを飾ったりしますっていうあとはまああえて買うというよりかはちょっと生活の中に取り入れたりするっていうふうにして自分へのご褒美みたいなタイミングとかに買ったりいいんじゃないですかね,、うん、いいすかね見るたんびになんかこうちょっと、うん、気持ちが上がるんだったらいいんじゃないかなとは思うんですがえー、っと大変長らくお待たせしてますけどもえー、っと1月の 23日,日金曜日と、えー、っとまず先に、えー、っと、何やったっけ、えー、っとね、ガタですか、ね。ガタ。1月の13日にまずガタが来ます。これ、カレンダー公演です。カレンダーの講習ですね。毎年やってるカレンダーの講習なので、1月13日、その上で6時からスタートします。あ、6時受付で7時スタート。これ、夜、金曜日なので。 でカレンダーの講習は福岡は1月13日で東京は1月22日日曜日ですね、えー、お昼からやりますこれ、えー、っと4時間か,かな1時半会場でってことで、まあ、カレンダーも知ってる人たちが、あのー、来たらいいかなと思うだけなので、えー、僕の作ってる包囲カレンダーの販売がこのタイミングで説明も含めた上でえで、ー、福岡が1月,10 1月13 えー、東京が1月22で東京があんまり会場がそこまで広くはありません、えー、っとなので詳しいことに関しては概要欄に、えー、貼っ付けておきますので、はい、よく見た上で予約しておいてください福岡はね多分ねだいぶ無限に入ると思うそんなでかいホールでかいんよね福岡はねうんっていうところで、えー、っとカレンダー必要な人はそこで,、えー、で問い合わせしてで今日から受付は一応開始しますということと東京がちょっとあんまり広くないのででもうリアルで この2回しかもうやる予定はありません。はい。えー、っと、ただ、その、まあ今、またコロナの状況とかでね、あのそれを見た上でまた判断しようと思いますが今のところはもう、このリアルだけで絶対に終わるっていうことで、それ以外のことはしないっていうのと、よーく注意事項を読んだ上で予約を入れてあげてくださいね。えー、っと、事務局やってる人たちが毎回困ることがあったりするので、その辺、よろしくお願いしますってことです。はい。よろしいですか。はい。しっかり帰ってきて、今週はね、きっちりと、あ、そっか、いや、きっちりとじゃねえわ。 今週末は東京か、頑張っていきます、<laughs> はいはい、いきますお願いします、ジェッツからもらったぜ、パワーを、はいまあ、みんな、合宿でみんなからもパワーもらったんでいきますはい、ではいきます、はい、せーの、おっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて